いい献立を思いついたんです。楽しみにしていてくださいね。うまい、うまいよ、ホムラ。うまうまだもん。ほっぺ、落っこちちゃうもん。これはうまい。こんなうまいもん食ったのは120年ぶりじゃ。よかった、久しぶりの料理なので腕がなまってたらどうしようって思ってたんです。なまるどころか最高だよ、ホムラ。でも不思議だもん、ホムラちゃん火を使うグレードも、さっき水道管ぶっ壊した時も火の力使えてたもん。そういえばそうじゃったな。あのカグツチとかいう帝国のブレード、あれもホムラと同じ火を使うグレードじゃったが、向こうはかなりパワーダウンしとった。それって珍しいこと？この世界にはエーテルっていう属性の力があるの。火とか水とか風とか他にもいろいろあるの。ドライバーもブレードもこのエーテルの力を源にするの。で、火は水に弱いの。だからあのブレードの姉ちゃんは水バシャーンしてパワーダウンしたの。でも俺とホムラの力は問題なく発揮できたぞ。まったく衰えることなくな。どうしても？私の属性火じゃないので。もう火じゃないのになんで火の力使えるも。それには結構複雑な事情が。どうしてもその複雑な事情すっごく興味あるも。それはその。やめろよトラ、ホムラが困ってるじゃないか。もう人には言えない事情ってもんがあんのだよね。ごめんなさい。そのうちお話できる時が来れば必ず。いいってそんなこと。さ、それよりニアを助けること考えよう。まずは町に出て情報を集めないとだもん。しかしわしらすでにお尋ね者になっているかもしれんからの。特にホムラは目立つ。ごめんなさい。大丈夫だもん、トラにいい考えがあるもん。命令特別試験官、いかがなされました？突然のご来訪とは。前もってご連絡くだされば歓迎の催しを開きましたものを。あいにくその手のものは苦手でね、常に辞退させてもらっている。何をおっしゃいます、メレフ様ほどのお方、万全の体制をもって偶さねばネフェル陛下に顔向けできません。いかがでしょう、これより晩餐の準備をさせます。メレフ様にはそれまでの間。随分と早かったですね、到着は明日かと思ってたのに。カグッチ様、天の聖杯が見つかったのならば急がせもする。おかげで船のエンジンは整備工場行きだが。天の聖杯？なぜそれを。何か問題でもあるのかね、毛福。いえ滅相もございません。聞けばイーラのドライバーを捕らえたという。どこに行けば会えるのかな。会ってどのような。毛福、どこに行けば会えるのかな。はい、すぐにご案内を。君がイーラの手配書の人相書きとは少し違うようだが。大違いだよ、誰だよそんなブサイクに書いたやつは。確かにこれでは怒るのも無理はないな。何も喋んないからね。仲間を売る気はないと。仲間？
見境なしに野弾砲の的にするのが仲間ってんならそうだろうさ。なるほど、いろいろと複雑な事情があるようだが、私の興味はそこではないんだ。は？どういうこと？君と共に行動していたドライバーの少年とそのブレード、私はそちらのことが知りたい。レックスとホムラも？レックスとはホムラというのか。チこれなら私だってバレませんよね。ありがとな、トラ。さあ、兄貴の友達探しに行くの。献立を思いついたんです。楽しみにしていてくださいね。どれどれ。Thank you.
一息つこうか。Thank you.
さあ、お宝探しの時間だ。さあ、行ってきます。お待たせ。一息つこうか。さあ、行きましょう。
私の使命を全うしてみせます。どうだよじっちゃん、強くなった気がする。たっぷり眠れましたか、レックス？うわ、ゆっくり休めたよ。
れどれ。何が出るかなっと。
って。はい、一緒に頑張りましょう。どれどれ。頑張りましょう。何が出るかなっと。
何が出るかなっと。何が出るかなっと。お宝回収。
ありがとうございます。よろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね。はっ！
加減にしませんよ。ダメです、あまり無理しちゃ。到着。さあ行きましょう。
ニアとベッコさんが処刑されるなんて。入港した軍艦の中というのがまた厄介じゃな。どうやって助け出したもんか。軍港は警戒厳重だもん。やっぱりここは男らしく正面突破。ダメです、みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあそうだよね。これ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。なるほど、根を伝って船底の搬入口からか。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。それしかなさそうじゃの。決まりだ。むふふ。トロ、みんなに見せたいものがあるむ。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。人工ブレードなんだもん。人工ブレード、これがトラはドライバーに憧れてたもん。でもトラにはドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなけりゃ。やっちゃったのか。トラは1年前ドライバースカウトに志願したんだもん。ダメじゃったのか。トラ君もあんな目に。そうだもん、三日三晩鼻血が止まらなくて大変だったもん。それだけそれだけじゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。てかあっさりすぎるだろ。とにかくこの人工ブレードが完成すれば適性がないトラでもドライバーになれるもん。しかしすごいもんじゃのトラ。お主が一から作ったのか。作り始めたのはじいちゃんとお父ちゃんだもん。でもじいちゃんは死んじゃって父ちゃんもどっかへ行っちゃったもん。だからトラはこいつを完成させてドライバーになって大活躍するもん。そしたら噂を聞きつけた父ちゃんも帰ってきてくれるもん。トラ君、ところでトラ、この人工ブレード見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ。もうふんふん、あとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。マジで？マジだもん。全然？1ゴールドも？すっからかんもん。つまりはお金を貸してくれと？貸すんじゃなくて出してくれたらもっと嬉しいも。さすがはノポン族、しっかりというかちゃっかりというか。あ、でも人工ブレードが完成したらとてつもなくすんばらしい戦力になるもん。そりゃまあそうなのかもしれないけど、でいくらいるの。だいたい6万ゴールドくらいも。6万？さすがにそれは。ね、レックス、トラ君にも手伝ってもらいましょう。お金だったら私が何とかするから。何とかするってどうするの。まさか体を。いい加減にしろクソジジイ。天然物だから売れば6万くらいにはなると思う。ダメ、そんなの受け取れないよ。でもねえ、俺も男だ。分かった、パーツ代全額俺が持つ。なんと太っ腹。もも
兄貴は男の中の男も。その代わりヘンテコなブレイドだったら承知しないぞ。それは任せても。よし、じゃあ行くぞトラ。もう大丈夫かしら。ありゃあやけくそじゃな。やってやる。おとなしくやらめてくれ。はっ、あっ、おとなしくやらめてくれ。いいね。このバッシュ、はっ、引かない。ダブルスピンエッジ参ります。ノマ、いいね。
何が出るかなと期待しててください。